せーの、マリー、ジェシー、ベッティマリー、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 ビッグズ、ウェッティ、デシー、シックスだ、グラー、ふざけんなよ、私たちのせいだね。違うぜ、ティファー。何もかもシンラの奴らがやったことじゃねえか。そうだろう。絶対忘れねえ。いいな。バレット、マリンは無事だ。ん？エアリスが言ってた。エアリス、あの捕まってた女か。うん、言ってた。うん、どういうことだ。エアリスに頼んだの、マリンを助けてって。信じるぞ。いいか。おい、どこ行くんだよ。こんなことって、マジで落ちやがった。お父さん、しっかり。どうなってんだよ。何もかもなくなっちゃった。マキはそうでも、生きてる奴はいるだろう。どうだろうな。爆発があったって話だ。もしかしてプレートがなくなるんだ。映画じゃないんだよな。一度あったよ。あれはひどかった。
どこに向かってるんだ。エアリスの家だ。5番街スラムにある。マリンはそこなんだな。他に当てはない。いるって言えよ。希望を持たせろよ。いなくてもお前を責めたりしねえ。いや、そりゃちっとは文句言うだろうけどよ。ティファ、古代種って知ってるか。聞いたことはあるけど。生命学の本を読めば出てくるぜ。大昔星を開拓したって一族だ。星と語るとかそういうんだろう。それがタークスに狙われていた理由か。我こそ古代種の血を引き締め、この星の正当なる後継者。また守れなかった。喪失がお前を強くする。それでいいのか。どうしたの？なんでもない。急ごう。やり過ごそう。あいつら何してやがる。仕事だろうが、マリンのことだけ考えろ。今はな。また新しくプレートを作ることになった。こりゃ俺たちの出番だな。ああ、絶好のチャンス。受け入れる準備をしておこう。ようこそ。ご休憩ですね。ひどいことになったね。こっちに被害は？七番街に比べたらどうってことないよ。砂ぼこりぐらいさ。七番街が潰れちまったって本当なのか？ジェシーは市中にいたんだよな。うん、ビックスもね。
人とも怪我で動けなかった。でもウェッジは下にいたよ。そうか。よしよし、怖がらなくていいからな。しばらくは無理か。あいつら探しに行かないと。え？俺が探してやらねえと。うん。クラウド、後で付き合え。ああ。すごい地響きだったな。これって事故じゃないよね。多分な。もう五番街だよな。早くマリンに会わせろよ。ああ、スラムの外れだ。もう少し。もっと早足、全速力。あんたに合わせてる。この状況を乗り越えられるような新たなマテリアを生み出していきましょう。クラウドさん、新たな仮説を思いつきました。こちらのデータ提出のご協力をお願いしますね。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いしますね。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。あの家だ。マリン！マリン！マリンは？マリンはどこにいる？バレット。すまねえ。俺はバレット。マリンの父親だ。マリンはおかっぱ頭で、天使みたい可愛らしい顔をしてる。服は、ピンク。今日はピンク。2階で眠ってるよ。
眠ってるからね。私たちも行こう。顔見て安心したいな。騒いで起こすんじゃないよ。あんたたちも2階へ行っておやり。マリン、よかった、無事で。エアリスは神羅に行ったよ。すまない。エアリスにマリンのことを頼んだのは私です。知り合ったばかりなのにとてもよくしてくれて、だから甘えてしまいました。あんたらのせいじゃない。遅かれ早かれこうなる運命だったのさ。古代種だからだな。あの子から聞いたのかい。よほど信頼されてたんだね。そう、エアリスは古代種、古代種の生き残りらしい。私は違うよ。あの子は実の娘じゃないんだ。15年前のことだ。夫は最前線に配属された兵士だった。休暇で帰るという手紙を受け取って約束の日駅まで迎えに行ったんだ。でもあの人は帰ってこなかった。何か良くないことがあったのだろうか。いや、休暇が取り消しになっただけかもしれない。祈るように毎日迎えに行ったよ。そこであの子と会ったのさ。ウォールマーケットから逃げてきたのか、それともプレートにいられなくなったのか、たまに見かける光景だった。エアリスを安全なところへ、そう言い残して彼女は死んだ。夫は帰らず、私も寂しかった。だからエアリスを連れて帰ることにしたんだ。私たちはすぐに仲良くなれたよ。よくしゃべる子でね。いろいろ話してくれたよ。どこかの施設から母親と逃げ出したこと。お母さんは星に帰っただけだから寂しくなんかないってこと。星に帰った、生命学の考え方だ。私には意味がわからなかった。夜空の星かって聞いたら、違う、この星だって言われて。まあ不思議な子だったね。お母さん、泣かないでね。エアリスが突然言い出した。
何かあったのかって聞いたら、お母さんの大切な人が死んじゃったよ。心だけお母さんに会いに来たけど、でもやっぱり星に帰ってしまったの。私は信じなかった。でもそれから何日かして夫の戦死を知らせる手紙が届いた。とまあこんな具合でね、いろいろあったけど幸せだったところがある日、うん、君は大切な子供なんだ。古代種の血を引き継いでいる。私はもちろん聞いたよ。古代種って何だってね。古代種は地上の幸福が約束された土地へ我々を導いてくれるのです。言い伝え、何かの比喩、いろいろな見解があります。しかし我々は文字通りの真実としてそれを信じています。シンラカンパニーはぜひともエアリスの協力を。違うもん、古代種なんかじゃないもん。でもエアリス、時々誰もいないのに声が聞こえることがあるだろ。そんなことない、うん、思い当たることがいろいろあってね。ああ、この男が言っている話は本当なんだろうと思ったよ。居場所を知っているのに誘拐もせずに待つなんてタークスらしくないな。エアリスの自発的な協力が必要なんだとさ。だからシンラに連れて行かれたと言ってもお客として扱ってもらえるはずだ。用が済んだらすぐに返してくれるだろうよ。どうかな。何をしよってんだい。ことを荒立てないでおくれ。エアリスまで失うことになったら私はもう。頼むよクラウド。お母さんの言う通り、用が済めば帰ってくるかもしれない。だからもう少しだけ待ってみない？七番街スラムに戻らねえか。やることいろいろあんだろう。セブンスヘブンも確認しておきて。うん、わかった。無茶はしないでおくれよ。無茶はしないでおくれよ。父ちゃん、負けねえからな。
七番街スラムのゲート、瓦礫で埋まってたよね。どうやって入る？公園から地下通路へ降りよう。おお、あれが。公園もダメじゃない？別のルートがある。エアリスから聞いた。さすが古代史だぜ。深い意味はねえよ。すっごく揺れて、すっごく。ここのプレートも落ちてきたらどうしよう。すごい地響きだったな。これって事故じゃない？戦争が終わって平和になった。あそこだ。さっさと抜けちまうぞ。相手はザコ。決めちゃおう。死ぬね。しまった。頼られちゃうな。こちらだ。いけんだろ。さあ行くよ。はあ、終わり。そこ行くよ。蹴散らす。この勝負あり。出番だよ。下がっていろ。そこ取れ。狙うぜ。まだまだ終わり。この調子で行くぞ。次も勝とう。あそこを行こう。危険なモンスターはいるが、なんとかなるだろう。次も勝とう。押し切るぞ。ここは攻めていこう。いや、当てる。角度はいい。調子に乗るな。
気は抜けない。集中していこう。こんな時まで黙ってんな。
知り合いか？いや、
シュートさせてじゃねえ。俺の見せ場だ。ぶち込むぜ。気合い入れてけ。はい、行くよ。抜けられそうか。いや、モンスターが出るって話だ。命だけはな。他の奴らは？わからない。すまない。そっか。生きててくれてありがとうよ。希望が見えてきたぜ。うん。どうしたものか。皆さん、
んなでかい瓦礫が降ってきてた。安心して休んで、他のところに避難してると思う。多分何があるかわからない。備えはしっかりな。気をつけてな。七番街か。おう、忘れ物しまってな。そうか、あんまり物はないが見てってくれ。頼んだ。